こんばんは。久保田しです。今日お届けする作品は芥川龍之介の三右門の罪です。加賀の国の最相春永の家来細井三右門は？師走のある夜闇討ちに遭い逆に相手を切り倒します。闇討ちしたのは同僚衣笠太平の息子一馬でした。 三右衛門は上様春長に呼び出され何か遺恨があったのか尋ねられますしかし思い当たるところはありませんでも「もしかしたらああいうことで恨みを買われたのか」と心に浮かんだことがありましたさて芥川龍之介の武士道とは それでは参りましょう。長さはおよそ30分です。どうぞ最後までお楽しみください。三重門の罪芥川龍之介 文政四年の師走である加賀の宰相春長の家来に稚業六百国の馬回り役を務める細井三右衛門という侍は愛役衣笠太平の次男一馬という若者を討ち果たしたそれも果たし合いをしたのではないある世の犬の上国ごろ一馬は南の馬場の下に 歌いの会から帰ってくる三右衛門を闇討ちに討ち果たそうとし帰って三右衛門に切り伏せられたのであるこの始末を聞いた春長は三右衛門を目通りへ召すように命じた命じたのは必ずしも偶然ではない第一に春長は聡明の主である聡明の主だけに何事によらず 自らある判断を下し自らその実行を命じないうちは心を休んじないというふうである春永はある時二人の鷹匠にそれぞれ自ら処罰を与えたこれは春永のことを処する面目の一端を語っているから大略を下に抜き書きしてみよう。 ある時石川郡市川村の青田へ単調の鶴群れ下れるよしお取り見役よりお高部屋へご中心になり若年寄より,より直接権上に及びければ上様にはご満悦におぼしめされ翌朝宇野国お供揃い相住、市川村へおなりあり高には公儀よりご拝領の の『大高二期はやぶさ二期』を携えさせた者藤司のお高城は相本木左衛門という者なりしがその日は上様ご自身に藤司を合わさんとしたもに雨上がりのあぜ道のことなれば思わず御足元の狂いし途端お高はそれて空中に飛び上がり もににわかに飛び去りぬ。「この様を見たる喜左衛門は一時の怒りに我を忘れこの野郎何をしやがったと罵りけるがたちまち御前なりしに心づき霊感背を潤すとともに尊虚してお手打ちを待ち下りしに上様には大きに笑わせられ世の誤りじゃ許せと酔いあり なお、左衛門の中直なるに感じたまいご騎乗の後は新地百国にお召し出しの上組外れにおさし加えに相なりお高部や御用係になされたま玉石とぞその後藤司のお高は柳瀬清八のお係とり,りとなりしに一時とき闇取となりしことありある日上様清八を召され 藤塚さの病はと仰せられしときでに勧誘の後なりしかば「好き」と善じ「ただいまでは人をも取りかねませぬ」と申し上げしところ清八の離婚をや憎ませたまいけん、それは一段さらば人を取らせてみよ」と御意あり清八は次来やむを得ず小野が息子清太郎の天学に 叩きへ小米へなどを乗せ置き朝夕藤塚さを合わせければ鷹も次第に人の天学へ舞い下がることを覚え込み正八はとりあえずお鷹城小頭より人を取るよしを権上しけるに「そうはおもしからん明日南の馬場へ赴き茶坊主大場十元を取らせてみよ」と誤沙汰あり。 の国頃より馬場へ出御大婆十元を真ん中に立たせ「清八高尾」と酔いありしかば清八はここぞと藤司を放つに高はたちまち毎一文字に十元の天額を買いつかみぬ清八は得たりと勇みをなしつつ丸上げ「丸とは鳥の気もう言う」のさすがを席首に引き抜き 十をんをささと飛びかかりしに上様には「いやなせ何をする」と御意あり正八はこの御意をも恐れず「お高の獲物はかかり次第丸をあげねばなりませぬ」となおも十元をささんと接しところへ上様にはたちまち進度したまい「筒をもて」と御意あるやいなや日頃ご,ご鍛錬のお手筒にて 即座に正八を射殺し第二に春永は三右衛門へ普段から特に目をかけているかつて乱心者を取り押さえた際に三右衛門ほか一人の侍は二人とも額に傷を受けたしかも一人は眉間のあたりを三右衛門は 左の横瓶を紫色に腫れ上がらせたのである春永はこの二人を召し「神妙の至り」という褒美を与えたそれから「どうじゃ痛むか?」と尋ねたすると一人は「ありがたい幸せ幸い傷は痛みませぬ」と答えたが三右門は 苦しそうに「かほどの傷も痛まなければ生きているとは申されませぬ」と答えた「次来春長は三右衛門を正直者だと思っているあの男はとにかく公言は言わぬ頼もしいやつだと思っている」こう言う春長は今度のことも 自身こういう三右衛門に司祭を訪ねてみるよりほかに近道はないと信じていた仰せを被った三右衛門は恐る恐る御前へ志向したしかし悪びれた景色などは見えない色の浅黒い筋肉の引き締まった多少完璧のあるらしい顔には決心の影さえほのめいている 春永はまずこう尋ねた三右衛門一馬はそちに闇討ちを仕掛けたそうじゃなすると何か措置に対し遺首を含んでおったものと見える何に遺首を含んだのじゃ何に遺首を含みましたかしかとしたことは分かりませぬはるながはちょいと考えた後 念を押すように尋ね直した「何も措置には覚えはないか」「覚えと申すほどのことはございません。しかしあるいはああいうことを恨まれたかと思うことはございまする」「何じゃそれは」「四日ほど前のことでございまする」 ご指南番山本小左衛門の道場に納会の試合がございましたその節私は小左衛門殿の代わりに行事の役を務めましたもっとも目録以下のものの勝負だけを見届けたのでございまする一馬の試合をいたした時にも行事はやはり私でございましたうん カズマの相手は誰がなったなおそば役平田喜大夫殿の総領田門と申す者でございましたその試合にカズマは負けたのじゃなさようでございまする田門は小手を一本に面を二本取りましたカズマは一本も取らずにしまいましたつまり 三本勝負の上には見苦しい負け方をいたしたのでございまするそれゆえあるいは行事の私に遺種を含んだかもわかりませぬすると一馬はそちの行事にエコがあると思うたのじゃなさようでございまする私はエコはいたしませぬエコをいたすわけもございませぬ しかし一馬はエコのあるように疑ったかとも思いまする日頃はどうじゃそちは何か一馬を相手に口論でもいたした覚えはないか口論などをいたした覚えはございませぬただ三右衛門はちょっと言いよどんだもっとも 言,おうか言うまいかとためらっている景色とは見えない一応言うことの順序か何かを考えているらしい面持ちである春永は眼色を和らげたまま静かに三右衛門の話し出すのを待った三右衛門は間もなく話し出したただこういうことがございました 試合の前日でございまする。カズマは突然私に「戦国の無礼」を詫びました。しかし戦国の無礼と申すのは一体何のことなのかとんとん分からぬのでございまする。また何かと尋ねてみても「カズマは苦笑いをいたすよりほかに返事をいたさぬのでございまする。私は やむを得ませぬゆえ無礼をされた覚えもなければわびられる覚えもなおさらないとこう一馬に答えましたすると一馬も特診したように「では思い違いだったかもしれぬどうか心にかけられぬように」と今度は素直に申しました「その時はもう苦笑いよりはほくそんでいたことも覚えておりまする」 何をまた一馬は思い違えたのじゃそれは私にも分かりかねまするがいずれ取るにも足らぬ些細のことだったのでございましょうその他は何もございません。そこにまた短い沈黙があったではどうじゃな一馬の気質は 疑い深いととでも思ったことはないか疑い深いか疑深気質とは思いませぬどちらかと申せば若者らしい何事も色に表すのを恥じぬその代わりに多少激しやすい気質だったかと思いまする三右衛門はちょっと言葉を切りさらに言葉をというよりは吐息をするように付け加えた。 その上あのタモンとの試合は大事の試合でございました。大事の試合とはどういうわけじゃカズマは霧神でございまする。しかしあの試合に勝っておりましたら目録を授かったはずでございまする。もっともこれはタモンにもせよ同じ羽目になっておりました。 カズマと多聞とは同門のうちでもちょうど腕前の白昼した相弟子だったのでございまする春永はしばらく黙ったなり何か考えているらしかったが急に気を変えたように今度は三右衛門の一馬を殺した当也のことへ問いを移した「一馬は確かに馬場の下でそちを待っていたのじゃな?」。 たぶんはさようかと思いまするその世は急に雪になりましたゆえ私は傘をかざしながらおばばの下を通りかかりましたちょうどまた友も連れず雨にもつけずに参ったのでございまするすると風音の高まるが早いか左から雪がしまいてまいりました私はとっさに半開きの傘を 斜めに左へ回しまししカズマはそのとたんに切り込みましたゆえ私へは手傷も負わせずに傘ばかり切ったのでございまする声もかけずに切ってまいったかかけなかったように思いまするその時には相手を何と思った何と思う余裕もござりますが、 私は傘を切られると同時に思わず右へ飛び去りました。足田ももうその時には脱いでおったようでございまする。と二のたちが参りました。二のたちは私の羽織の袖を五寸ばかり切り裂きました。私はまた飛び去りながら抜き打ちに相手を払いました。カズマの火腹を切られたのは この刹那だったと思いまする。相手は何か申しました。何かとは、何と申したかは分かりません。ただ、何か激しい中に声を出したのでございまする。私はその時にはっきりと、カズマだなと思いました。それは、 何か申した声に聞き覚えがあったと申すのじゃない,いえさようではございませんではなぜ一馬と悟ったのじゃ春永はじっと三右衛門を見た三右衛門は何とも答えずにいる春永はもう一度促すように同じ言葉を繰り返したが今度も三右衛門は 墓前目を落としたきり容易に口を開こうともしない「三エモ門なぜじゃ」春永はいつか別人のように威厳のある態度に変わっていたこの態度を急変するのは春永の寛容手段の一つである三エモ門はやはり目を伏せたままやっとつぐんでいた口を開いた しかしその口を漏れた言葉は「なぜ」に対する答えではない意外にもは,なはだ焦然とした罪を謝する言葉であるあたらお役に立つ侍を一人刀の錆にいたしたのは三右衛門の罪でございまする春永はちょっと眉を潜めたが 目は相変わらず厳かに三右衛門の顔に注がれている三右衛門はさらに言葉を続けた「一馬の意志を含んだのは最もの次第でございまする私は行事を務めた時にエコの振る舞いをいたしました春長はいよいよ眉を潜めたそちは最善は エコは致さぬ、致すわけもないと申したようじゃが、そのことは今も変わりません。三右衛門は一言ずつ考えながら、十回するように話し続けた。私のエコと申すのは、そういうことではございません。ことさらに一マを任したいとか、他門を勝たせたいとかと思わなかったことは、 申し上げた通りでございまするしかし何もそればかりではエコがなかったとは申されませぬ私は一体多聞よりもズ馬に望みを食しておりました多聞の芸は骨折いておりまするいかに卑怯なことをしてもただ価値さえ致せばよいと勝負ばかり心がける 「一馬の,の芸はそのように卑しいものではございませぬ。どこまでもまともに敵を迎える正道の芸でございまする。私はもう二三年いたせば他門は到底一馬の上達に及ぶまいとさえ思っておりました。その一馬をなぜ任したのじゃ。 「さあそこでございまする。私は確かに他門よりも一馬を勝たしたいと思っておりました。しかし私は行事でございまする。行事はたといいかなる時にも死局を投げ打たねばなりませぬ。ひとたび二人の竹刀の間へ扇を持って立った上は天道に従わなければなりませぬ。 私はこう思いましたゆえ、他門と一馬との立ち会う時にも公平ばかりを心がけました。けれども、ただいま申し上げたとおり、私は一馬に勝たせたいと思っているのでございまする。いわば、私の心のはかりは一馬に傾いているのでございまする。私はこの心のはかりを平らにいたしたい一心から、 自然と多紋の皿の上へおもりを加えることになりましたしかも後に考えれば加えすぎたのでございまする多紋には勘にしした代わりに一馬には厳にすぎたのでございまする三右衛門はまた言葉を切ったが春永は黙念と耳を傾けているばかりだった 二人は西岸に構えたままどちらからも最初に仕掛けずにおりましたそのうちに多ンは隙を見たのかカズマの面を取ろうといたしましたしかしカズマは気合をかけながら鮮やかにそれを切り返しました同時にまた多ンの小手を打ちました私のエコのいたしはじめはこの刹那でございまする 私は確かにその一本はズマの勝ちだと思いましたな、勝ちだと思うや否やいや市内の当たり方は弱かったかもしれぬと思いましたこの二度目の考えは私の決断を鈍らせました私はとうとうズマの上へ当選あげるはずの扇をあげずにしまったのでございまする。 二人はまたしばらくの間西岸のにらみ合いを続けておりましたすると今度は一馬から多門の固定へ仕掛けました多門はその竹刀を払いざまに一馬の小手に入りましたこの多門の取った小手は一馬の取ったのに比べますと弱かったようでございまする少なくとも カズマの取ったよりも見事だったとは申されません。しかし私はその途端に多門へ扇を上げてしまいましたつまり最初の一本の価値は多門のものになったのでございまする私はしまったと思いましたがそう思う心の裏にはいや行事は誤ってはおらぬ 謝っていると思うのは数馬にエコのあるためだぞとささやくものがあるのでございまするそれからいかがいたした春永はやや苦々しげに相変わらずちょっと口をつぐんだ三右門の話を催促した二人はまた元のように市内の先をすり合わせました一番長い気合のお掛け合いは このとだったかおえておりまするしかし一馬は相手の竹刀へ竹刀を触れたと思うが早いかいきなり月きを入れました。月きはしたたかに入りました。が同時に他門の竹刀も一馬の面を打ったのでございまする。私は相打ちを伝えるためにまっすぐに扇を上げておりました。しかしかその時も、 相打ちではなかったのかもわかりませんあるいは戦後を定めるのに迷っておったのかもわかりませんいや月の入ったのは面にしないを受けるよりも先だったかもわかりませんけれどもとにかく相打ちをした二人は四度目のにらみ合いへ入りましたすると今度も仕掛けたのはカ馬からでございました カズマはもう一度突きを入れましたがこの時の一馬のないは心持ち先が上がっておりました多門はそのないの下を銅へ打ち込もうといたしましたそれからかれこれ十合ばかりは互いにしのぎを削りましたしかし最後に入り身になった多門は一馬の面へ打ち込みましたその面は その面は見事に取られましたこれだけは誰の目にも疑いのない他門の勝ちでございまする一馬はこの面を取られたのち、だんだん焦り始めました私は焦るのを見るにつけても今度こそは是非とも一馬へ扇をあげたいと思いましたしかしそう思えば思うほど 実は扇を上げることをためらうようになるのでございまする2人は今度もしばらくの後七八五ばかり打ち合いましたそのうちに一馬はどう思ったか他文へ体当たりを試みました「どう思ったか」と申しますのは日頃一馬は体当たりなどは決して致さぬゆえでございまする。 私はハッと思いましたまたハッと思ったのも当然のことでございました「多門は体を開いたと思うと見事にもう一度面を取りましたこの最後の勝負ほどあっけなかったものはございません。私はとうとう三度とも多門へ扇を上げてしまいました私のエ子と申すのは こういういいこことでございまするこれは心の計かりから見ればいわば一号を加えたほどの釣り合いの狂いかも分かりませんけれども一馬はこのエコのために大事の試合をし損じました私は一馬の恨んだのも今はどうやら不思議のない成り行きだったように思っておりまする。 じゃがそちの切り払った時に「一馬」と申すことを悟ったのはそれははっきりとは分かりませぬしかし今考えますると私はどこか心の底に「一馬にすまぬ」と申す気持ちを持っておったかとも思いまするそれゆえたちまち牢跡者を「ずまと悟ったかとも思いまする するとソチはカズマの最期を気の毒に思っているのじゃなさようでございまするつはまた宣告も申したとおり一門の御用も務まる侍に無駄と命を落とさせたのは何よりも神へ対しつり申し訳のないことと思っておりまする語り終わった三右衛門は 今更のように頭を垂れた額には師走の寒さというのに汗さえかすかに光っているいつか機嫌を直した春長は応用に何度もうなずいてみせた「よいよいそちの心底は分かっている措置のしたことは悪いことかもしれぬしかしそれもせんないことじゃ」。 ただこの後は春永は言葉を終わらずにちらりと三右衛門の顔を眺めた「ソチは人たち撃った時に一馬と申すことを知ったのじゃなではなぜ撃ち果たすのを控えなかったのじゃ」三右衛門は春長にこう問われると公然と浅黒い顔を起こした。 その目にはまた前にあった不敵な輝きも宿っている。それは打ち果たさずにはおかれませぬ。三右衛門はご家来ではございまする。とはいえまた侍でもございまする。一馬を気の毒に思いましても牢関者は気の毒には思いませぬ。 芥川龍之介作サイヤモンの罪お相手は久保田ひとでした。